今回は後付けで自分のプレイを実況解説していきたいと思います。やっぱリアクター通信の方が強いかな。議論中以外はね、ボリューム下げてるんで、まあ、なんか自分の声がね2つ聞こえるという謎の現象になっておりますが、はい、まあ、このマップはできるだけ俺は初手キルしたい派ではあるね。うん、だから積極的に今回もサボは入れていますが、まあ、いろいろなんか変なキル通したいがゆえにキルは通せなくなっております。あら、ほい、ほよ、ほい、うん、ほい。まあ相方がキルして自分が浮いちゃってるっていうのは見てないです。ちょっとシーブいないと思う。ほな脇からや。右上たくさん湧いてましたけど、赤メタ、アシンスナ、メタ、アシンスナ、うん、そのようにですね。はい、はい、了解です。鉱山したタックヤと藤宮さん湧いてます。はい、カフェタン、音質イズリンゴ、はい、音質イズリンゴ、左っぽそうやな。で赤玄砂が左行ったっすかね。はい、ちょっと脇を、あ、脇、赤玄砂足が右上、藤宮拓也が上弁陣前、うん、イズリンゴが音質、うん、これで8人で、アルマがカフェ、あと1人出てない誰だ、うん、ドロップシップです。ああ、高垣ドロップシップやから、焚き火とキッチンが空いてる。高垣最終位置どこ？最終位置焚き火です。誰か見てる？最初の方でカフェテリアから出てくるアルマくん見てる。え？かな、多分。違和感あります？アルマさん。まあ僕は見えてない。あ、オッケーです、オッケーです。そう、すれ違ったと思う。すれ違ったは嘘。あれ、すれ違ってないかな、ごめん。100%嘘。だって、見てないって言われたのに。カフェから出て真下に降りてってスプラッシュゾーンの助けやりに行ってるから。いや、俺スプラッシュゾーンの、左通過してるんですよ。その時にすれ違ったと思うんですよね。スプラッシュゾーン左右ですれ違ったってこと？あ、それキノコ中とかじゃない？色がとか大丈夫？あ、いやいや、キノコだったとしても序盤だったらまだ来てないじゃん。カフェからだったら初動の気がするが、すれ違ったかどこ、ちょっとここであからさまに怪しい高垣来てるからごめん、ただ見てはいる。現です、通信室に赤メタさんを置いてジップで保管庫に行き、保管庫の水入れるあげるやつをやって終わりです。なんで赤メタさん左のキルだったら赤メタさんは大丈夫。これ原産キルできてたらでかかったよな。私は全然 SC だと思います。ん、赤メタ君はどういうルートで鉱山向かった？通信室でタスクを最初に赤メタとゲンガやってます。で、僕は普通に通信室から降りてってですよ。おかしいですね。おかしい、うん、僕通信室でタスクやって鉱山に入ってタスクやってるんで、僕鉱山に入れてないですよ。うん、で僕通信室でタスクやってから鉱山行ってるから赤メタ君はおらんくなってる、うん、ここの議論ね、めちゃめちゃ拓也さんの最終位置聞きたかったんだよね。自分の最終位置、まあリアクターあたりにしようかなとは考えてたけど、まあワンチャン伊豆さんとか拓也さんがね、そこら辺いるかもしれなかったから、高垣はマットかな、自分の最終位置をどこに偽装しようかなっていうのを考えてたけど、なんとか議論がそれてくれて自分の最終位置は言わずに済んだと、うん、でここも、まあ、サボ入れてどうしようかな、とりあえず扉開けて弁当入ろうかなと思っていた感じですね、ここは確か。しかしそのタイミングで伊豆さんからの玄拓也、さすがに3人来たらキルできないし、めちゃめちゃ怪しい動きを見られてしまったと。あ、ちょっと渋いね、うん、なんならここアルマキルできてたら逆に美味しかった説。おー、うん、じゃあキルも入んなかったんで赤メタだったんですけど、右上で湧いて、僕はそのまま配線タスクをして、で僕が配線タスクを終わった時には源さんが多分通信室の左下かなんかのタスクをやってて、で僕が通信室内でキノコのサボタージュが入って、はしご降りて、はしご降りて、そのまま左行って、でまだまだ全然鉱山にも入れてないぐらいで終わりなんですけど、うんうん、でも脇は一緒なんですよね。脇は一緒です、脇は一緒です、うん、左は、配線タスク1個だけやってます通信室で、うん、僕が脇通信室で、あの、うん、パラポラアンテナのタスクやって、殴るやつ、それ終わって、はい、はしご下って鉱山の岩割っていくみたいなやつやってるんですけど、
最初左抜けてしまったイメージやったんでおかしいなと思ったんやけど、まあ、画面外れてたら、まあ、中さんがシンプルに先行ってるだけなら、うん、ゲームさん見えてますよね、うん、赤メタのこと。はい、私がコミサボのタスクをやり終えた段階で赤メタさんが右に流れてるのが見えてるんで、私と赤メタさんの多分配線とコミサボ直しが終わったのが、まあ、うん、1、2秒ぐらいのズレはあろうと思って、かなり近かったのかなと。OK です。あの最初何でタスクやらんと言ったっていうイメージで聞いてたんで、ああなるほど、寝室から、うん、降りて鉱山入りやんかったって聞いた、うん、聞こえたんで、あ了解です。じゃあ、OK です。はい、これで一旦はい終わりです。藤宮って1キルメシロ出る？俺はまあ左装填なら白出んじゃない。伊豆さんリンゴさんがあのどうか次第だと思います。藤宮さんは、まあ僕今のターンの動きで藤宮がめちゃくちゃ人外っぽく見えちゃったから自主点のみやけど、コミサボを伊豆源拓也で直しに行っていて、多分上直そうとしてたのが多分藤宮かな、ずっと、うんうん、で両方の扉閉まってる状態で中から扉開けてベントの方に行こうとしたけど、また戻ってコミサバを直そうとするふりしたから中から開けたように見えたんだ、まあ、ちょっと人外っぽく見えちゃったこれ時点の藤宮がね、うん、ベントで飛んでキルしに行こうとしたんかなっていう感じ。まあ俺が人外だったら多分周りの状況見えてるからあれだけど、まあ、まあ俺はベントから誰か来ないかなってうろうろしてただけ。扉開けて、うん、なるほど。開けてすぐ直しても大抵通信室ってすぐ直らんから今の時間が絶対生まれるから、その時間足に作れたら作っておきたかったから、うん、まあ、ちょっとうろうろして階段から誰か来ないかなっていうのを確認しようとした動き、うん、下直したって誰ですかこれ。はい私です。よく見てます。そんなペラペラと言い訳が出てきますね、うん、藤宮君。僕は直してないんでリンゴさんす。素晴らしいです。僕は適当でもね、何か理由付けて反論しないと、反論できないということは話しないやん、より怪しまれてしまいますからね。スナパイさんが容疑者に入ってないならええかな。そう、結局初手切るってあんま詰められてないんだね。うん、まあでもざっくり左ってなってるから、まあまあまあ容疑者には入ってるかもしれんけどって感じかな。でここはまあリアクターベント使ってライドしたかったんだけど、アルマがいてどうしようかな。で一旦これ扉開けてる時って死人が絶対出ないから、キルクールちょっとカーセゴっていうベントを生み出しですね。これはありがとうございます。結局高明さんアルマさんの件って解決しましたっけ。まあ、多分俺がめちゃくちゃ怪しんでますよ。甘かったという認識が甘かったというので僕は結論に。でもアルマさん、高垣さんはアルマさんのことを見てるのは間違いないんだよね。あ、俺はアルマ君を見てるのは間違いない。スプラッシュゾーンで僕を見たって言ってた時、スプラッシュゾーンで僕って何やってた？え、だから下ってるの、俺はスプラッシュゾーンのとカフェテリアの間の通路を左に行ったんだけど、その時に見えた気がする確か。え、何しに行ったのそれは。左のね、砂浜のタスクやりに行ってる。で、焚き火。その行くで、その後の焚き火。そう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 。最後焚き火に到着して終わりってこと？焚き火に到着して焼いてる途中で終わり。どこで木の棒拾ったの？木の棒拾ったのはスプラッシュゾーンの左の砂浜。あるよ。あのカフェテリアの左下のところにある。え、貝殻タスクはじゃあどこでやったの？え、貝殻タスクなんてなかったよ。ん、今貝殻やりに行ったって言わなかった？うん、言ってない。砂浜のタスクって砂浜のタスク言ってなかったですよね。うん、まあどちらにせよどっちも白は出なさそうってことですね今の話。まあ、左いたのは本当っぽいってぐらいで、っていうか右が湧き大量なんで基本は左で湧いてないとおかしいと思っているから、うん、2人がかりで隠せるのがギリ温室だけど、まあそれもなさそうで考える場合は左に行けた人物はボタンのスナパイ、はい、降りてきたゲンでドロップシップ脇の高垣とカフェテリア脇のアルマ、こんだけ。うん、初的にはこの4人の中に絶対。オッケーです。あ、ごめんなさい、そう、そこを聞きたかった。伊豆さんとリンゴさんがどうだったのかっていう、うん、ちょっと初動でもう離れちゃってて、私は温室でずっと温室の中で終わってます。伊豆さんはどっか行った？音質脇、音質の右下のタスクやって、ジャングル、研究室横、ボタン押しに行こうとして終了。うん、じゃあ初手切るって白は出るわけじゃないってこと？全然出ない。出ないの？じゃあダメだ。まあ出ないか。キッチン脇で中にジャングルに入ってないとって思いましたけど。
まあでも伊豆さん単体で例えば藤宮の動きが怪しいみたいな視点を落としてるから音質脇から喫緊に飛ぶの結構強そうじゃないと今思いました。了解です。アボ入れたかったな。まあここもう伊豆さんからかなり怪しまれてしまっておりますので、伊豆さんはできたらキルしたかったよね、うん、これもうなんかワンタッチでキル、ワンタッチでキルじゃない、ワンタッチでサボタージュ鳴らせる、噛み合わんな、ボタン欲しいよな。こんな後からキッチン来ることある？いや俺意外とリンゴさん視点俺見えてない説ある。うん、そうこれね、今言ってた通りで実際リンゴさんって俺のこと視認してないのね。でここはもうやけくそのキルをここでぶちかますと。はい、まあいいや。結果は、うん、見てないです。キッチンに3人いたのしか覚えてない。たくやさんとリンゴさんとあと藤宮もいました。あ、足湯さんもいたのか。うん、その周辺に死体はなさそうっていうくらいしか言えないです。死になし。私も3人しか見てないですけど。あ、藤宮さん、ん？あ、拓也が多分全員見てて、藤宮さん釣りの先っちょのところにいて、左上キッチンの左上リンゴさん、右上あたりに足湯さんが多分いたのかな。で、そのままボタン押していってます。なるほど。とりあえずキッチンが拓也、リンゴ、藤宮、足湯で大丈夫なんですよね。うん、多分キルはできないと思います。うん、で2人脇で、右上の通信室、伊豆スナパイ脇。はい、伊豆さんを残して降りて、で鉱山の中から出てくるアルマ君とすれ違って、で自分が鉱山を当て出てくときに源さんとすれ違ってカオス入って終わり。はい、通信室左のドア開けたのはじゃあ誰？え、で大地さんか。じゃあ僕は下開いてたから下から降りました。あ、じゃあ左誰か来てる。あ、通信室の左か、ごめん、左は俺。あ、高垣は浮いています。最後研究室です。上部エンジン左のところは開いて、そのまま原子炉温室研究室です。まあ、この時点で高垣マットは確定だね。高垣さんは見てます。最後は鉱山でスナパイさんと入れ替わりっていう感じですね。まあ全員が、まあ、全白っていうか、まあ、空いてるとこはドロップカフェあたり。うん、まあ、俺は高垣やっと1釣りたいけど、高垣マットだったらめちゃめちゃめんどくさいから、絶対ここで高垣は釣っとくべきかなとは思います。で初手キルできる、まあスナパイアルマ初手キルできる中だとスナパイゲンが多分今回のキルはかなり厳しいと思います。そうですね、うん、一応1個落とした分が、僕リンゴさんは見てるけど、タクヤさんまあ最後並走したんで分かるけど、藤宮君見てないんですよ。ああ、釣りの先っちょに置いてってるんで。ああ、オッケーです、うん。ただそれなんですけど、拓、う、也、ん、さんから出してもたら、うん、あの最初の初手脇展望台、拓也、藤宮2人だけやったから。ああ、そうね。まあそこは足湯さんと同じ人間です、私も。じゃあ一応重ねますけど、僕藤宮さん陣外だと思ってます。キッチンの左上でなんかわちゃわちゃしてる動きがあったんで、僕は伊豆さんの動きだけでみんな決めつけるんだから。え、マジ？だって初手切るも2キルもできないのに。まあさすがに高脇さんには疑われてるのはいいですけどね。まあ僕はクルーなんでね。あれ？俺見てたの誰？あ、俺です、俺です。キルはできないけど疑われるという。もうね、めちゃめちゃ疑われてるから、ワンチャン次のターン釣られるんじゃないかというね。これマットっぽく俺映るんじゃない？可能性まであるが。うん、まあ、てか、高垣マットだよ。まあ、高垣はさっき、ベントでジャングル下に飛んだときに、もう研究室の外にいたからね。高垣のマットは確定してるか、次のターンアルマ釣れたら美味しいけど、結構高垣殴ってたからどうだろうなという感じですね、はい、ここは多分持ってかれてたっぽい。お、あ、うん、リンゴさん、リンゴさん、いやマットかめんどくせえなこれ。ただ初手がアルスナ、アルマゲンスナパイ、うん、うん、全部できるか。まあアルマスナパイの対抗かな。ゲンさんのボタンは白かったと思うけどな。あ、キルなしのさっきのコールね。うん、ああ、まあアルマは初手から高垣を殴ってたっていうのはまあマットだったけど、まあ100%人外の視界だと思ったから、うんうんうん、評価できる点ではあるけど、マットだったからなというぐらい。2キル目ってみんなゲンさんはスナパイさんに白出せるんですよ。やったです。
そうですね、一応鉱山ですれ違って終わりなんですけど、展望アッパーエンジン間ぐらいじゃないともう2個は作れないですね。展望台のドアは閉まってたし、はいはい、中井さんはね2キル目は僕視点でも結構きついんだよな。あ、 FC アシタックリンゴがキッチンだから固まってるよ、ね、うん、で俺が浮いてるかな。俺通信室からジップで保管庫に下って、保管庫の水汲んで扉開けてる最中で終わり、扉が閉まってるまま。でゲンスナパイの2路を追わないのであれば、アルマイズに絶対一人会はいるってなるかな。ただね、2キル目に関しては私スナパイさんやってなくても、初手キル私スナールは結構フラットで見てますよ。まあ、初手はね結構フラットだね。うん、うん、なんかアルマ視点ってゲンスナーじゃない、ゲンスナー確定じゃない。そうだから、ゲンスナーって見られるかもしれないけど、ゲンスナーがあるか。うん、いやでもアルマくんがゲンさんをボタン評価してるわけだから、ゲンスナーはないかな。ゲンさん単体で白いと思ってる、うんうん、なあ、だったら2キル目は絶対俺じゃないわけ、うん、アルマくんも俺の反抗否定してるわけだから、まあむずそう。あー逃げ切らんけど、俺は釣るならアルマくん、釣らない選択肢もありって感じ。どっちも釣らんかってもタスクはギリ終わるかな。アルスナやったらアルマのが白く思うけどな。うん、同意見です。わかる、なんか分かられまくってる。最初の動きは、最初の動き、うん、高垣の疑い、高垣さんと手つないだ方が得だもん、うん、この状況。でも右の脇状況知らんかった、できなくないそれ。いや、うん、アルマ高垣はだいぶ後半に出してますわ。あ、ごめん、2残り、これ絶対。まあどうもどうも。さて、結構スナパイさん有利な状況かなって思ってたが、うん、まあここでもね言ってるんだけど、まあマット殴りを白い要素として取るかどうかはもうその時々によるからね。まあこればっかりは仕方なし。まずは20秒でサボ。まあ、通信室は10秒で治ることはまずないね。特に後半は人数少なくなってるから20秒ぐらい経ってもおかしくない。うん、で早めにキルして早めに移動したいよねというのが理想ですが、このね絶妙なキノコの壁が邪魔なんですわ。でちゃんとキノコ踏んで下から来ましたよというのをアピールしつつの展望台イン。そう、通信に伊豆さんの死体です。コミサボ前で足さんは直してたから、まあ、格無理です。はい、アルマは厳しそうだけどどうだろうな。一応展望ですれ違った。いや、僕が伊豆を通信に置いてってで死体行って、タクヤ衆がいたのになんで直ってないんだってなって、僕もコミサボ開いたら稼働してないになってたから、あ、殺されとるわってなって、僕もレポートしに今展望から出たと。ああ、通信室から展望上がってって感じかな。無限魚釣り、うん、まあ足湯拓也に僕から白が打てるから、うんうん、まあスナパイさんインポスターで置くんなら、うん、2キル目これ砂源になっちゃうの。うん、そうね、砂源になるこれ。いや、砂富士は組み合わせがありえない。2キル目がスナパイさん無理に送る。そうなんですよね、なんかキッチンでしょですよね。うん、そうなんですよね、タクヤさんから出してたから。そう、多分キッチンって、あ、アシエさんって、キッチン多分リンゴさんとか置いてたと思うんですけど、 うん、そこに人がいる状態で藤宮さん弁当入れると思います。僕入れないと思ってて、うん、2キル目って、まあ、さっき説明したと思うんですけど、その崖登ったアッパーと、展望の間のエリアでお肉が作られてる可能性ってあります？僕と高垣が底脇なんですよ、通信脇で、はいはい、僕が、鉱山からスタートして、で高垣は見失ってるから、うん、まあ、高垣がすれ違ってたら、すれ違ってるの隠してるとかだったらワンチャンあるけど、でも原産は高垣見てるんですよね。はい、音質脇で、で原子炉のところで高垣さんがいて、その後鉱山に登ったら鉱山が出てくるスナパイさんと会って、そのタイミングぐらいでモヤモヤが始まってます。私は最後展望、鉱山のタスクを置いて展望台まで行けていて、
まあ、スナパイさんの移動できる範囲的にはお肉作りにくいなっていう印象でした。でも残りインポスター1も原因アルマしか残ってないじゃない。アルマの場合熱い身内ギルになるけどっていう。だから私視点結構ね、思い切った動きしてなってことになってるんだよな、人外一。僕視点マットともインポスターとも敵っていうことになる。うん。むずー。ちなみにこれ私で終わんないので。あ、僕スキップしてますよ。タスク終わるから。あ、マジか。私で終わんないです。もう持たないです。クジアルいずれかを見極めてください。ちょっと私めちゃデカですね。まあ、正直このマップの2キルって結構しやすいから、しかも通信サボ、うん、ね、ここ適当にベント使ったら拓也さんがすぐリアクターに来てちょっと危ないっていうね。経路聞かれたらだいぶ危なかった。ここ確かね、直しちゃうんだけど、直さずに拓也さん通信室でキルして、まあもう1キル狙ってもありだけどっていう場面であるね。ただイビルじゃないし、まあサボの方にシンプルにクルーが、いや2キルでよかったか、切っちゃう可能性もあるんで、ボタンと押すんだ。まあワンチャン議論でも勝てそうかなぐらいに思ってた。まあ、一応俺もタスクではいけるけど、こうなるとまあアルマかな。そう、状況的に俺のインポスターってほぼないのよね。タスク無理。タスクは残り1だから1キル耐えてもう、まあ、1分あれば終わると思います。橋田さん終わります。タスク残り3つ。あ、では脇次第だな。脇次第です。不死身は終わるんだよね。俺はもう終わってる。これ2キル目って、うん、タクヤして、ああ、タクヤさんはキッチンか、アシュさん。いや、2キル目はアシュタクヤ、フジミは絶対無理だから、まあ、状況的にアルマしか残ってないんだよね。まあ、2キル目はね、スナパイさんができるという議論に使われたら、スナパイさん、一応絶対無理とは僕も源さんも言ってないから、そう。まあ、高橋がマットですれ違ってたのを隠してたしかないんかな。それか左の端から上がってきてたか。いやーこれなぁ、俺はなんか序盤なんか動きで疑われちゃったけど、基本どのキルも関われない位置だと思ってるから、うん、まあシンプルにアルマだと思ってた。ただ気になってるのはタスクは終わります。いや微妙なとこちゃう3つって。いや分かんない、何が残ってるかによる。そう、どこに残ってるか知りたい。まあそうっす、まあ固まってるけどキノコ次第って感じなんで、うん、できるやったら釣りたいかなと思ってんだけど、まあ、だったら白要素出すんだったら高垣を最初から殴ってる、うん、アルスナゲンの卓の時にゲンさんを弾いてアルスナを卓にしてる。さらにゲンさんの時にスキップしてるんだよな、アルマさん。そう、僕さっきスキップしてる。タスク終わるから。だから悩んじゃってます、僕は。なんかもしかしたら、あの、糸通す、本当に針の穴の糸通すようなキルを通してる可能性はないとは言い切れないぐらいになってる、藤宮さんは。いや、無理でしょ。だって、キッチンに富士、足、タク、リンゴがいたのに、どうやって切るすんの？スナパイさんが切ってるパターン。あ、スナパイさん切ってるパターン。うん、そう。ゲンさんが見逃しで、だからゲンさんクルーでっていうパターンを持ってます。うん。まあ、ゲンさんは結果クルーでしかないんだけど。うん。まあ、僕はアルマだと思ってるから、足湯さん次第ではある。足湯さんがもうタスクで行くんなら、スキップだけどっていう。まあいやめちゃくちゃ自信ないわ、どっちも。ここの誘導も地味に強い、まあ、普通に状況的にアルマしかないと思うんだけどね。アルマにします。ごめん、分からん。マジ藤宮投票というタクをごめん、まあ、しょうがないな。誘導でなくしてるからね。スキップかアルマどっちかにしてくださいねっていう風に誘導してるのも地味に俺偉い。ありがとう。まあ、これずっと2キル目とか1キル目の話になってて、伊豆3キルの話を全く詰めてないのが結構でかかったかなと今聞いてて思ったね。2キル目に関してはスナパイさんができる理論だと、まあ別にアルマとかゲンさんって関係ないのよね。伊豆3キルの容疑者が誰だったのかっていうのが多分富士あるゲンで残ってるんだけど、あんまそこを議論されずにスナパイさんがキルできたのかどうかっていうのにどこにいるのかしら議論がいったから、結構議論の流れがインポスター側としては良かったね。アシューさんありがとう。ジジー、あーありがとうございます。うん
問題の2キル目は問題の2キル目はキッチンで僕が切ってます。嘘でしょ、なぜか誰も信用しないという。キッチンしてないって言ったもん。あれ ?3 人いたよね。あれ、足湯さんと拓也さんしか見てないからわかんない。そうだよね、僕逆にリンゴさんぐらいしか見てなかったですね。最後サボでいい感じ。脇はどこなの？脇はね、藤宮さんと一緒にどっかで湧いた。あのたどうなの、キッチンじゃないのか。そもそも脇はキッチンじゃない、キッチンで湧いてない。サパイさんが切ってないのか。じゃあもう無理だ。いやーやば、複数人の人でいたの。キッチンのどこで切ったんですか。ちなみにキッチンのあの包丁の上じゃないですか。そうね、なんか料理するとこ、料理するとこ、料理するとこ立ってたのに。俺そうですよね、そうですよね、そう、いたんだよね。サボ中だったから奇跡的に死人がね、やーばすごい。グレートでございます。